ミクスチャーバンドライコ。セカンドアルバム、曲作りの日々。曲が書いてあって終わり終わりみたいな、でもあれを見る限りあんまり進行してないっていうのが丸ついてるのが多少終わったっていうみたいな、丸4つで終了みたいな。でも なんとか終わらせて。ゆっくりになるとこあるじゃん。でででででででああ、なんだっけ、これでしょ、セキララ55の後ろ、マッツンマッツンから行けばいい。ちょっとこう、あれ、そうな、どんな仕掛けがいいのかなと思って、やっぱここはさ、ダンスなり、なんかなり、なんか面白いことができるポイントにした方がいいよね。じゃあハードコアでしょ。ギター、アッキが動き出した。自分のため、バンドのために。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。基礎から学びたい、プロ3年目の覚悟。だからやっぱりソロまで行こう。はい、お願いします。ドレミファはできる？ドレミファ、普通の、うん、普通これでできる、2オクタブできる？できないかもしれないけど。そうそうだね、うん、はい、うん、トレーニングを何回かしていくと、はい、多分いろんな要求の時に言ってると分かると思うんだよね、はい、僕らもずっと言われてきた、年代があって、はい、今逆に言っちゃう立場だけど、はい、よく分かるもうビート倍増なわけだ、
もちろんバンドメンバーもそうじゃん、はい、こういう練習を必ず、はい、ちょっと待ってね、もう一個じゃ苦手なやつって言ってたから、はい、ありのまま風を受けてありったけの笑顔の花ありのまま何であればあるほど実りは大きい。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ライコライブ情報、3月11日から全道ツアースタート。苫小牧、函館、札幌、旭川、稚内、釧路、北見で開催。詳しくはライコオフィシャルホームページで。次週のライコ動画は26時10分スタート。こういう撮影をします。